こんにちは、レイタムです。今日はダイソーで購入した今年の春の新商品、おすすめのアクセサリー4つ紹介します。今回はおしゃれで綺麗めな高見えするアイテムを4つ選びました。じゃじゃん、このリボンです。なんかオーロラに光る髪につけるリボンです。かなりペラペラですが、すごいオーロラの輝きが可愛いです。金の部分をゴムに刺して使う商品です。2つ目、こちらのリングです。めっちゃ綺麗じゃないですか。これ、この指輪は先月購入しました。これはもう見た瞬間めっちゃ可愛いって思ってすぐ買いました。そしたらこれがもう店舗によっては売り切れてる商品です。めっちゃ可愛いです。で、次がこれの色違いバージョン、先月発売した新商品だと思います。中指につけたらこんな感じです。4個目がこちらです。イヤリングです。かわいい、めっちゃかわいい。とてもかわいいです。他にもアイシャドウを入れるボックスも購入しました。で、こちら涙袋に使うラメも買いました。これはちょっとなんかすごいカピカピになるので要注意です。お店みたいに飾れてお気に入りです。もうなんか100均って言われたら恥ずかしいなって思ってて、今まで一回も買ったことなかったんですけど、インスタとかで見てめっちゃ可愛いなって思って買ってみたら、100円とは思えないぐらい可愛い商品がいっぱいあったので、今後も抜けない今後もアクセサリー買っていきます。あなたがおすすめはこの4つでした。最後まで見てくれてありがとうございました。店舗によっては売り切れてるものもありますが、まだ売ってる商品もあるので、ぜひ参考にしてください。バイバーイ。